お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、20勝チャレンジガチで皆さんにね、クリアしていただこうと思い、最強デッキ準備しました。本当はですね、20勝やりたかったんですけど、動画が保存されませんでした。はい、切れそうです。切れてます。怒ってます。気悪いです。はい、許しません。というわけで、ちょっと15勝無敗ぐらいから、20勝にね、挑むところを動画撮ったんですけど、なぜか保存されず、最終的に20勝1敗かなでクリアして、まあ無事ね、クリアできたのは良かったんですけど、なぜか動画が保存されず、で、その後ね、しょうがないからリプ解説撮ろうと思ってリプ解説撮ったものの、なぜかまた動画が保存されずといったところで、今1時間ほどね、時間を捨てました。というわけで、ちょっと、機嫌が悪いんですけど、厳しく今日は皆さんにね、はい、使い方の方をね、紹介できたらなと思います。で、おすすめデッキなんですけど、これです。はい、こちらのペックラムですね。で、これが一番上の直近のやつが20勝、19勝、18勝、17勝って感じで、いっぱいがね、このワイティアンさんにね、はい、まあ負けたって感じで、ペックラムですね、ペックラムで、この陸の枠がゴルナイダクプリっていう、なんかね、ちょっと変わった形にしてるんですけど、もともとはね、ゴーストというのだったり、まあ、ゴルナイゴースト。で、あとはファイボじゃなくて、意外とポイズンとかでもね、よく使われてるんですけど、まあ、ファイボ、ポイズン、ライトニングは正直ね、好みなんですよね。ぶっちゃけなんでもいい。けど、まあ、個人的にはファイボでいいんじゃないかなっていう気がしてます。で、ゴーストじゃなくて、ダックプリの理由としては、あった時にダックプリの方が防衛でも攻めでも勝手に活躍してくれる量が違う。あった時使いやすいっていうので、ダックプリにしてます。なんか普段から高回転使ってるよって方は、まあゴーストでもいいとは思うんですけど、ダックプリの方が使いやすいと思います。まあダックプリの方がカードパワーあるって感じかな。はい、だと思ってます。というわけで、まあリップ紹介いろいろやっていくんですけど、この新鋭隊ロイフとかからね、行きましょうか。で、ガチで、今日はちょっとほんと皆さんにね、20勝。まあ、20勝できないとしても、バッジの入手はね、17勝からなので、マジでゲットしてほしいなっていうので、使い方の方ね、もう立ち回り、はい、ガチで説明していきたいと思います。で、基本的には、初手のまず咲く順位としては、まあ、タルババ、ゴルナイ、ダックプリぐらいかな。はい、そこはね、基本的に咲いてもいいと思うんですけど、他はあんま咲きたくないね。最悪マザネクケツならありですかなと。思ってます。で、ここ新大ログっても分かったんですよ。ザッピーとゴルナイか。あ、じゃあ、ペッカ。はい、出しちゃおうっていうので、ペッカ出しました。で、ここで逆サイログ来たら、ダックプリで守ります。というのも、結局ケツペッカもね、逆サイダックプリで守れるから、まあ、ケツペッカしてるって感じかな。はい、というわけで、マザネクにはね、相手が5打ってきますよって感じで、で、このシーンデラフグにもね、勝てます。はい。ペッカはね、このシーンデラフグマジきついんですけど、ファイボー、そしてダックプリのことによって、突破することができます。さあ、一発。いや、これでかいね。これまあ、ラッキーみたいなもんですけどね。で、ここね、多分、来るかもしんないんですけど、咲きましたね。ゴルナインと、まあ、ダックプリでね、はい、抑えていきます。で、マジで、このデッキ使う上で、結構、ゴルナイで勝つことがめっちゃあります。はい。なんかゴルナイ事故で、いや、ゴルナイお前、マジでぶっ壊れじゃねっていうので、勝つのが多分多いんですけど、マジほんと使ってください。多分使ったことない方もね、多分いると思うんですよ。そう、今の年もマジででかいですし、もうお小遣いですね。はい。ちょいちょい稼ぎながら、まあ、チャンピオン今回使えますから、こういう最近チャレンジ系はね、持ってないカードでも何でも使えますしね、レベルも11に統一してくれるんで、まあ、ぜひぜひゴルナイはね、初めて使うよって方でも使ってほしい。使い得、なぐらい強いです。で、もうここはね、逆サイ来たら、まあ、適当に守ろうかなっていう、タルエレキとか、はい、そんな感じかな。基本的に、自分が攻めたいなって時には、逆サイ攻められたらユニットで守って、攻めでね、スペルを使いたい。ファイボとかザップとかあったらね。でもゴルナイでね、はい、もう全部縦剥がして死にたい突破できちゃうんですよね。で、ここね、マッスル君厄介なんで、ファイボで飛ばします。そしたらね、ラムが入るよね、っていう感じでね。さあ、で、こっち、新枝2体とザッピーは軽く抑えていくと。まあ、基本的には、まあ、ケツペッカから、逆サイ攻められたら、まあ、ゴルナイだったり、ロフグダなんで、今回ダックプリで抑えて、まあ、両サイ攻め、狙っていく。あとは、なんか、このゴルナイダックプリが、マジで強いです。本当に、なんだろうな。こいつらだけで、守りもできて、攻めもできるんで、
なんか本当に、最後ペッカ出さなくても勝ったりもできます。まあさすがにここは最後ね、守って、ゴールネーム走らせて勝つんですけど、まあ強い形が、まあペッカの後ろのダークプリンス、あとはペッカの後ろのゴールデンナイトですね。このね、ペッカダークプリン、ペッカゴールナイトの形、マジで強いんで、ちょっと積極的に組むのはおすすめします。さあ、次はホグかな。で、一つ結構ね、めっちゃ重要なことを言います。というのも、こうファイボで、こういうなんかダックプリ型とかだと相手のね、こういう施設ですね、ほんとテスラとか突破できないんですよ。それこそあとはスケルトン部隊とかね、まあスケルトン部隊嫌だなって思う人はポイズンとかにしてもらったらいいんですけど、突破できないんですよね、防衛課題デッキに。じゃあどうやって勝つのっていうところで、突破できないなら突破しようとしないでもう一生守ってください。勝てないなら負けなければいいみたいな、なんかよく言われるじゃないですか。なんか本当にそれで、こっちがどんだけ攻めても、これなんかちょっと高めのね、はい、やつですけど。こっちが、これスキルうまいね。こっちが攻めても入らないなら、こっちが一生攻めれば相手のダメージ入らないんで、トントンになるわけなんですよね。そう。僕今これ守ってるだけなんですけど、守ってるだけで、こういうなんかエレキのダメージとか、あとゴルナイのダッシュだったり、ダックプリのね、受けがないとかでダメージ意外と勝てるんで、なんかね、自分の攻めが通んないなら、相手の攻めを通させないというか、一生ガイモでいいっていうね、やつですね。なんで、ここどうすんだろう、俺。ゴルナイからの、でもケツペースしますね。まあ、ここはちょっとバルキリーに対してニアどころでね、取ってることになるので、ゴルナイはね、多分、スケで高め受けてくるよなっていうのもあり、走らせないですね。さあ、ここは逆再ね、タルで守って、まあ、アド取ったから形組んでやろうっていう感じなんですけど、まあ、ここに関しては、まだ序盤なので、エリが全然なくてね、結局突破できないっていう風になるんで、まあ、ぶっちゃけこのケツペッカーいらなかったかもしれないなっていう思いはあります。なんか序盤はね、やっぱこう、本当に突破できないんですよ。これもう見てわかるじゃないですか。テスラどんだけ頑張っても突破できないんで、こう守られちゃうんでね。序盤は本当に、防衛防衛というか、一生守っとけば、相手が攻めてきてくれて、そのカウンターでなんとかなったりするんだよね。まあ、その強みがね、このゴルナイダクプリですね。こう守ってるだけで、自然とこういうカウンターですね。このダクプリだったり。相手もこれ受けなきゃっていうので。そう、守るだけでね、ゴルナイダクプリは勝手にカウンターしてくれるんで、それがなんか強いところなんですよね。なので結構勝ちパターンの一つとして、こんな感じで、ペッカの逆サイドのゴルナイだったり、まあ、ペッカの逆サイのダックプリとか、こういう感じでね。こういうので勝つことが結構あります。でさ、ここはね、ファイボ決めながら。で、バルキリも咲いたんで、小物しかないよねっていうので、さ、ラム追加して、まあ、ここでね、まあ、初めて攻めたと言いますか。ずっと僕守ってたんですけど。まあ、なんかね、ファイボで美味しくいけそうだなっていう時には攻めてあげて、あとはもうほんとずっと守るだけですね。守っていくだけで、多分ここもですね、しっかり守ります。うん、霊歴で守って、マザネク延命するゴルナイト、そしてこれですね、エレキの前のダークプリンス、こんな感じでもう守って、このねダークプリとゴルナイが相手受けが苦しくて勝つみたいな感じで、自分がこう攻めようと思っても結局攻めれないというか、ダメージ入らないという施設持ちですね。特にまあ枯渇ホグクロスとかには攻めずに守ればいいです。はい、そしたらタイブレイクとかになって、タイブレイク系になってくると、ゴルナイのダメージだったり、またマザネクの豚だったり、まあ相手は攻めないといけないよねっていうので、ダメージもね、意外と勝てたりするんで、まあいかにこの相手のダメージを抑えれるかっていうのが大事ですね。結局相手からしたら攻めてきてくれるのは、ああ、美味しい美味しい。結局テスラとか、あインフェで美味しく守れるよってなっちゃうので、ずっと防衛される方がね、相手からしても、うわぁ、相性いいんだけどなぁ、みたいな。いや、ダメージ稼ぎてえのに、全然ダメージ入らんや、みたいな感じで、いや、攻めなきゃ攻めなきゃで、こう、めちゃくちゃやっぱ攻めてきてくれるんでね。いかにこっちがこう、イモれるかというかね、突破できない時に守れるかっていう感じかな。んで、ここゴルナイがなくて、アチャクイ受けれねえなと思ったんで、ペッカでやろうと思って、たまたまね、透明化されなかったんですけど、ワンチャンエレキの攻撃のリセットでできなかったのかもしれないんですけど、まあ、ペッカで受けましたね。さあ、で、エレジャイ釣りね、これはうまいですね、相手。まあ、なんですけど、これ、マジで、
ラムの防衛、これねぜひ覚えてほしいな。これエレジャイだったり、あとはロイとかもですね、まあジャイとかでも一応使えるんですけど、なんでもタンク系はねラムでこう止めちゃえばね何でも守れちゃいます。はい、全部守れますので、ラム防衛覚えた方がいいですね、間違いなく。でここスケアはね相手うまいですね。まあ、そんなわけで本当防衛は強いんですよ。エレキもいてラムもいて、基本的に防衛何でもできるので守ってください。まあ何がきついかってなった時に、まあやっぱねラバーとか本当空系がやっぱちょっときついかなっていうのあるんですよ。まあその分陸にめっちゃ強いです。でそしてあとこのチャレンジね、ペッカめっちゃいます。ペッカ多すぎやろっていうぐらいペッカいます。はい、多分今回のチャレンジ多分一番多いと思うんですよね。そのまあペッカ関係、ペッカラムとかペッカなんだ、わかんないけどなんかねペッカ工場とかもありますけど、ペッカ系がめっちゃいるんですよね。ああ、これね、スキル使われると思って5打ちました。使われませんでした。無駄のね、5になっちゃったんですけど。さあ、で、ここはね、相手はね、檻が残ってるからって攻めてくるんですけど、結局ね、守れちゃいます。はい。なので、マジ今回の大会というか、この20チャレはね、ほんとペッカ系なんで、これ相手にライトニングのダメージで追いつこうとしてますね。ペッカ使い得だと思いますね。しかも今回ねこのゴーストじゃなくダックプリにしてるんで、より陸受け強いんですよ僕。そうだからペッカ対決とかにも勝ちやすいよねっていう。でファイボダックプリでロイホグにも勝てて、メガナイトにも勝てて、あとはなんだ、まあそれこそエレジャイとかジャイゴレ、まあゴブジャイ関係とか、まあ、そういうのにも全部戦えるっていうか相性いいと思うので、マジで空以外には本当にほぼ相性がいいと思っていいですね。で空引いてもあの全然勝ち目があるっていう、うん、だからマザネクとかエレキとかあとラム防衛とかで結局ね意外と守れちゃうもんなんでね。よいしょ。さあまあそんなわけでね、このダクプリ型はねマジで最強クラスだと思う。20チャレ多分バカはやるんじゃねって、うん、自分で言うのもちょっとあれですけど、だからなんならもうすでにゴースト型とかのね、あ、めっちゃ20勝されてます。まあ、だけど、僕の中ではダックプリ型の方がね、デッキパワー上がるよなと思って、はい、紹介してます。まあ、ファイブはぶっちゃけどっちでもいい。ポイズンでもいいんだけど、ファイボの方が使いやすいのかな。いや、別にポイズンでもいいです。ここに関してはマジでおすすめ。2択かな。ライトもいたのはいたんですけど、ファイポイの方が安定するかなっていう。さあ、これ相手ね、ライトニングも使ったので、もうカウンターね、ゴルナイ事故でね、はい、グッドゲームというわけで、もうラスト1000ぐらい全部ゴルナイが殴ってるんですけど、なんかこういうのもね、めっちゃあります。はい。結局、ゴルナイがね、もうバグかよっていうぐらいに強いんですよ。まあ今、バグあるんですけど、本当にそれが強いので、しっかりゴルナイのね、スキルを使ってください。スキルね、結構チャージ早いので、まあできるだけ防衛でも使いながら攻めでも使えるといいんですけど、1コスだからポンポン押しちゃいがちなので、なんか無駄なスキルはね控えた方がいいですね。なんか相手が高めでユニット受けてきそうだなとか、ちょっとこうそういうのが分かると、なんかスキルをあえて使わないっていうのもまあ大事にはなってきます。でまあ今回このスケバレ出てきたんでね、さあバレバレ枯渇かなというわけで、まあバレバレ枯渇だったらまたね基本的には施設が入ってるじゃないですか。まあボムだったりテスラだったり、僕ね、あの、本枠の方で20チャレやってて18勝でね、終わったんですけど、本枠じゃねえか、このアカウントか。最後ね、バレバレ枯渇にしばかれたんでね、もうバレバレだけは許さねえよなと思いながら、はい、この時戦ってました。どうやって芝居たろか思って。さあ、で、ここはもうテスラもバレキリも使って、いや、エリアド美味しいねというわけで決定してますね。まあ絶対的に俺の方がエリアドあるとか、逆サイ攻められてもこのユニットで守れるなっていう。まあ俺だって今タルババ持ってたんで、別になんかね、わかんないけどバレルとか来てもタルで守れますしっていうね、安心安全のケツペッカですね。まあなんですけど今回ね、はい、残念なポイント、スケルトン部隊がきついです。はい、というわけで、じゃあどうやって勝つのかっていう話で、先ほども言いました。はい、勝たないです。はい、負けないようにしますってやつですね。なんで、こっからは、多分僕結構もう守ってですね。で、ね、本当にね、守ってるだけなんですけど、相手の方がね、きつくなっていくっていうシチュエーションに、ね、なっていきます。多分見ていけばね、わかると思うんですけど。
なんか結局ダクプリゴルナイがマジで強くて、このダクプリゴルナイが両サイドからこう流れていくと、それだけで相手の陸受けが結構なくなるんですよね。よいしょ。さあ僕はねもう守ってるだけです。はい、必死にね負けたくないので守ってるだけなんですけど、すでにねダメージリードを取っています。まあちょっとですけどね。だからマジで自分の攻めが通んない時に攻めないの大事っすね。攻めが通んないからどんどん攻めたくなるんですよ普通。でもそれって通らないんですよ。なんでいかにこの相手のダメージを入れさせないかも大事ですね。ここもしかもファイボ警戒で高めマザネクにしてますね。これしかも相手のスケバレバレル完封してますね。そこ同じで守ってます。はい。でここはね絶対俺ダクプリから弾入った方が良かったんですけど、タルババ持ってるからまあ攻められても守れるよなっていう思いのシバテスラ、いや美味しい。まあケツペですかね。で、まあ、2倍タイム、3倍タイムになってくると、こっからね、ユニットが僕大量に出てきますので、相手もちょっとずつきつくなってきます。で、スケブはね、ゴルナイで気合で突破しようかなと思ってます。あ、でもこれ違うな。相手がバルキリー裂いたから、残りスケルトン部隊しかなくて、スケルトン部隊だったらね、ゴルナイで無理やり突破しちゃおうって思って、逆サイのね、単体ゴルナイで世界変えましたね、これ。さあ、これだけであって、こんなに入ってますからね。なんでなんか意外とこの、なんて言うんだろうな、ペッカプラスのダクプリだったり、まあペッカプラスのゴルナイもね、マジで強いんだけど、この逆サイドの単体ダクプリであったり、逆サイドの単体ゴルナイっていうのも結構強いんでね。なんでまあペッカサイドでも形、これだけこれですね。はい、バルキリーサイダー。で、もうすぐ走らせてね。はい、高め受けもね、空振っていく。で、相手のダメージね、僕は基本的に守ってるだけなので、相手のダメージはほぼね、受けてない。受けてないというか、結構抑えましたね。で、最後は5でフィニッシュというわけで、なんか中盤みたいな感じで、攻めが入んないというか、もう一生守ってて、みたいなね、感じで、こう、自分の有利になるまでというか、相手が攻めすぎるのをずっと待つっていうのも大事っすよね。まあ、そんなわけで、まあ、クロス、戦とかもね、ちょっと一応見ていきますか。でもこのクロスとかも、だって防衛クロスとか、まあ防衛テスラとかされるとやっぱ結局突破できないんですよね、ファイボなんで。なんすけど、じゃあ突破せずに相手のクロスのダメージ受けなければ、まあほぼ負けないじゃないですか。でそしたら相手はどうなるか、どうしてくるかっていうと、無理やりの攻めクロスであったり、まあ無理やりロケ削りをしてくるわけなんですよね。そしたら、あ、じゃあ俺のターンだよねっていうので、落ち着いて形を組んで、ぶっ通しに行く。はい、っていうのが大事っていうので、まあ攻めが通んないなら攻めなきゃいいっていう、単純な話ですよね。さあ、まあそんなわけで。いやー、これでな、ここの時点で、まあ枯渇かホグか、なんだろうなーって思いながらね、ちょっとラムで。暇なカード回ししてます。できるだけあんまね重量級重いのは出したくないっすよね。さあこれねスケ出したので、まあペッカーこれ相手止まんねえだろっていうね。でまあここで圧着いぐると、圧着いかって思いながら、まあこのデッキはね圧着いを倒すことはね意外とできないんですよ、相手陣地で。ファイバーなんでね、これもまた、まあ、ゴルナイファイバーとか、まあ、ラムゴルナイとかなんかその辺でね意外とぐちゃぐちゃにはできるんですけど、まあ確実に絶対的に処理するってことはできないんで、まあ自陣でしっかり受けていきたいですね。その、ゴルナイとかダクプリとか、体力高いんでね。結局相手の圧着のスキルの時間ずっと耐えれるんで、まあゴルナイダクプリで、まあその辺を耐えていきたいよねっていうので、さあまあこんな感じで基本的にゴルナイとかダクプリとか出して、まあ様子見ですね。さあ両サイコ出しながらね。もうこれがね、ただただ強い。で、テスラ咲いたから、あ、じゃあラム飛ばそう。ロケット使わせよっていうラムライダーですね。さあ、まあこれはなんかもうほんと様子見というか、まあ手札回しみたいなもんですね。ケツラムしたらロケット撃たれる。で、ケツペッカしたらセミクロスされる。じゃあ、端前ラムでいいよねっていうテスラ咲いたんだよねっていう。さあ、ここはね、ケツペ行ったと思うね。なんかタルババダクプリあれば、クロス守れるやろっていう、この強気のね、まあ、あと圧着の気がないんでね、まあ、こんな感じでペッカだけできます。でさ、このねペッカの後ろにもねつけても強いんですけど、逆サイのね、ダークプリだったりこのゴルネーム2です。さあゴルネー走ります。これですね。いやこれね多分バルキリーいなかったらタワーに行ってたと思うんですけど、本当にこのペッカの逆サイのゴルナイとかねダークプリがねただただ強いな。さあファイボでね、さあ合わせていきながら、
なんで、まあ基本的に本当にペッカエレキ、作りながら逆サイの、まあダークペリゴルネとか、相手のデッキによってはね、それこそ深淵大量服とか、そういうのにはね、もう同サイドで固めまくったりすればいいんですけど、まあ今回ロケットがあるので、まあ同サイドではなくて、まあ両サイドにね、はい、振っていきます。まあなんか人気デッキみたいな立ち回りですね。で、ここでロケ打ってきたんで、じゃあケツペッカだよね。でゴルナイ残ってるんでね、さあクロス来るけど、いやゴルナイ残ってるしなーと思いながら、まあゴルナイのダッシュもね、はい、しっかり使いながら、でタルンもねしっかりやって突破していくと。で相手からしたら、まあ結局このテスラと圧着やれば守れるだろうって感じだと思うんですけど、まあこの辺で、ね、両サイドですね、片サイドだとやっぱ美味しくいかれちゃうんだね。さあ両サイプレッシャー、ここでなんかね世界一下手くそなファイブをしちゃったんですけど、見てください、相手のねクロスのタイミングもうまいんですけど、なんかあのペッカがなんか殴りましたね。まあこれでも結局守れてたんですよね、僕はゴルナイ、タルババアともユニットが守れてたんで、まあさすがに負けてはないと思うんですけど、まあなんか美味しくラッキーで終わりましたね。で19勝目で、まあ、バルーンにね、2周目バルーンにね、やっぱダクプリになってるデメリットですね、ゴーストがダクプリになってるのはやっぱ回転がちょっと重くなるんでね、まあその分陸には強くなってるんですけど、まあ高回転のバルーンについていけず、負けて最後はねもう神相性でしたね。なんか本当に20勝目がこれでいいのっていう、えラットお前こんなんで20勝なのみたいな、なんかずるくない、すごくね、えみたいな、だから多分ね思われるような試合なんですよ、本当に。ただただ相性良くて勝っただけなんですけど、まあ、やっぱこういうチャレンジっていかに相性悪いの引かないかとか、まあ、相性いいの引くかとかもやっぱ大事だと思うんでね、本当に神相性引いてただただ勝っていきましたという VS ゴレ戦ですね。まあ、ゴレダクネはもう終わってますからね今、そのまあ勝てる人もいるとは思うんですけど、デッキパワーがあるかって言われると間違いなく低いよね。なんでまあこういうチャレンジはできるだけ完成されたデッキを使うのがね間違いなく大事だと思うんですよね、とりあえず。そう、まあそれがねこのペッカダクプリです。で、あこの時点でね、あゴレもしかして君ゴレの民ってね、はい、思ってます。もうエリアドがやばいですね、まあ、エレキされてトントンで、まあ、4ワードぐらい取ってるのか。でこれね、なんか俺マジで俺のラムのタイミングが悪いのか、プリンスが内側にいるからなのか、なんか仕様で変わったのか分かんないんですけど、プリンスの突進がね、ラムに入っちゃうんですよね。いや、あれ入らないんですよ。普通入らないんですけど、多分僕のタイミングがなんか悪いだけだと思うんですけど。さあ、ここはね、タルのおかげでめっちゃ刺さりました。で僕これ別に今、一個も攻めてないんですよ。多分ずっと守ってるだけだと思うんですよね。ずっと守ってるだけなのに、なんか相手が苦しくなっていってるんですよ。これ結構大事っすね。だから自分から攻めて崩すんじゃなくて、自分をほぼ守ってるだけ。守ってるだけで、もうね、やばいよね。相手がなんか勝手にこう、どん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 コス使ってくれてる。まあ今のダクネはマズネ警戒だと思うんですけど。さあこれ端前ね、ラムとかつけてももっとおしゃれでしたけど。本当に丁寧にね。もう守ってるだけですね。なんもしないのにゴアド取ってます。で、後ろからダックプリ咲いて、後ろからまあゴルナイとか咲いて、みたいな感じかな。でもここでアド取ってるんで端ペいきますね。で、まあ、スケダラいるよなと思って、ファイブ持って、ファイブ打って。さあ、で、ここは一回見送りか?おい。いや、もうね、やばいよね、この、相性の壁がえぐい。相手もなんか頑張ってんだけどね。俺だってもう、後ろからダックプリとかゴルナイとか流してるだけで勝てそうだもん。で、あれだから絶対ライトニング俺来ると思ったから、待ってますね。で、使ったんで、マザネ下して、まあ、豚にしながらみたいな。そう、攻めてないんですよね、僕も基本的には。まあ、一回8枚ペックしましたけど、エリアード取ってたんでね。もう基本的にこう、受けから受けから行くだけで、相手はね、辛いよねっていうのが、このデッキですね。いや、なんで差し入るねんってマジで思ってます。さあ。で、まあ、ここはね、エレキ強いんで、エレキ延命して、ペッカでね、はい、ゴールとかして、あとはスペルで、ダークネやって、いや、これで20勝ですからね。あれと思いながら。で、まあ、もうここまで来たらね、さすがにこのダックプリとかマザネクとか、硬いんでね、うちの子ら。バカ硬いんで、さすがに突破されないよね。で、ヤナアメも使って、いやー、君それコスト使いすぎだよねっていうので、
多分ね、攻めるんじゃないかな。さあ。まあ、攻めて。ゴルナイね。あ、ダッシュしようと思ったけど、ライトニングで一回止まって、まあでもラムが止まんねえよねっていう。さあ、いやーなんかあんまなんかね、最後の最後がこう、ただの神相性っていう感じなんですけど。さあ、ドラゴングッドゲーム決めていく。私ね、OGG でしたと。まあ、いうわけで、まあこんな感じでね、20勝したんですけど、いやマジでデッキパワーは高いと思うんですよね。で、マジで覚えといてほしいのは、これテスラとか施設相手には、自分からラムとか飛ばしても刺さりません。なんで、まあ、施設がないタイミングならいいですよ。施設がないタイミングであったり、まあ、あとはもう攻めずにね、一生ゴルナイダックプリとか流したり、逆サイ攻められても、しっかり守られる。枯渇相手には手札にバレルがある。なら、ケツペッカであったり。ロイフ相手には、手札にダックプリがある。じゃあ逆サイ攻められてもダックプリで守れる。じゃあケツペッカしよう。みたいな感じで、まあ、ケツペッカからね、しっかり形を組んでいくっていうのも大事かなと思います。はい、というわけで、皆さんもね、ぜひこのペッカラム、いや、マジで強いと思うんですよね。まあ、ファイブカポイズンかは任せますが、皆さんぜひね、使ってみてください。よければね、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんです。またね。